えー、アテンドは王子の右側の女の子にしたんですか右側の子ばかり見てましたねそのアテンドの内容はちょっとあの時の内容は言えないんですけどあのそうだ思い出しましたガーシーさんとの対談で決まったこれの話なんですけどちょっと間違ってることがあるんですよそのガーシーさんとの話の中で僕とまあガーシーさんも兄弟の まょうっていうのはね、そのまあ、一発やっちゃったっていう話があったんですけど、その子がいろいろひどい目に遭ってるみたいな話あったんですあったんですね、下りで。で、今、ネットでガーシーさんとのコラボとかでピーしてる部分について、実際の真実はこの人ですみたいな解説してる人がいるんですけど、その人発信なのかはちょっと分かんないんですけど、今ね、その女の子が、えー、となんか林夢っていう、林夢ちゃんっていうなんか女の子なんじゃないかっていうふうに流れてるんですよ。それはね皆さん言っときますけど これはもうあのデマです、はい、僕、多分その林夢って人に会ったことないと思うんですよね、会ったことあんのかな、多分そもそも多分会ったことないです、もし会ったとしても、なんかのイベントとかでもしかしたら、ね、一瞬すれ違ってるかもしれないんですけど、記憶の限りでは、多分会ったことがないんですよ。だから僕そんんなに、ね、その林夢ちゃんと一発 一発かますなんてないです会ったことないんで、はい、名前はあえて言わないんですけどまた別の子ですねはい。また別の子ですね、まあ、でもその子はやっぱちょっとすごく一時期かわいそうな目にあっててまあ、本当に僕もね結構ねあのー、よく まあよくたまにね遊んでた子だったんですよ結構いい子だったんですよでえっ、ー、とある日いきなり連絡が取れなくなってもう全く連絡取れなくなってどうしたんだろうって話をしていろいろ、まあ、みんなで探したんですけどもうずっと音信不通でそしたら23ヶ月ぐらい経ってから連絡久しぶりに連絡があってちょっといろいろあって精神病院にいましたみたいな連絡があって。 でまあまあ、事情もあんま聞かなかったですけどその時はまあかわいそうだし何、まあ、聞いていいことないと思うんでじゃあもう一回ちょっと頑張ろうねって、まあ、元気でよかったよみたいな話をしてそしたらまた連絡取れなくなったんですよすぐもう1か月ぐらい1か月もしない間に連絡取れなくなっちゃってちょっと噂によるとそれのうまたそういう入院しちゃってるっていう話で何があったか、まあ、僕も詳しく分かんないしその他人のことなんて言わないですけど結構かわいそうな目に遭ってる子は本当にいるのは事実ですね。 で、うん、で事実です、ま、だけど、その子が、えー、林夢ちゃんじゃなんじゃないかみたいな話になってるんですけど、それはまじ勘違いなんで、勘違いでまあ噂が広がっちゃうのも多分ね、ねまあ人間だから嫌だと思うんで、それはちょっと僕の口からも、これ、抜きさんが多分誤解させちゃってると思うんで、直してほしいですね、はい、それちょっとお願いします、はいね、視聴者が林夢だと思ってる、そうだよね、まあ、かわいそうだよね、だって関係ないのにね、うん、なんでまあ僕の、僕はその林夢ちゃんと会ったことが、きちんとこう連絡先を交換したりとか、挨拶したことは多分ないと思 はい、デーマーですよ、デーマー。 訂正するなら、正しいものは誰なのか言わないと、切りきさんも訂正できないのでは、まあ、訂正するね、僕だからさ、別に暴露系じゃないから、暴露をさ、する YouTube じゃないから、なんかそれでさ、じゃそのことや,やりましたって言ったらさ、かわいそうじゃん、その子が。まあ、変な話で青汁とやったんだと思われるじゃん、その子が。まあ、それがね、プラス取るかマイナス取るかってやっぱ人によって違うし、まあ女の子の話なんで、まあ、それは言いません。はい。言わないし、別に言うどうでもいいくね、そんなこと。はい。 正直肉まんともやってますむしろ僕はその子と出会ったのは肉まんに紹介されました肉まんって結構やっぱ悪いやつなんだよねうん無責に青汁が思わせぶりの動画を無駄に上げたせるい,いや思わせぶってねえからそもそも名前出してないし名前出してないし特定されないように編集してやってますんで、はい、それはね違いますねはいあの見た人の多分その受,け取り受,け受け取り手によると思うんですけどちょっと違いますはい